今回の動画はルセラフィムがなんとなんと紅白初出場決定したということで、その大ニュースとルセラフィムの供給いろいろたくさんありましたので、その感想についてもお伝えしたいと思います。ピオナの皆さん、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、先ほど紅白の記者会見がありましたけれども、そこでルセラフィムの紅白初出場の決定が発表されました。おめでとうございます。すごいですね。はい、内定のね報道ありましたけれども、実際のね正式な発表あるまではどうなるのかなって思っていたんですが、決まりましたね。すごいですね。まさかデビューの年に紅白出場決まるとは思いませんでした。びっくりしました。さくらちゃんは HKT としても出場していると思うので、違うグループで再度紅白に出るということですよね。そういう方は他にいらっしゃるんでしょうか。ちょっと私もわからないんですが、違うグループで再度紅白に出れるってなかなかないですよね。すごいですね。で、記者会見、はい、見させていただきましたが、カズハちゃんとさくらちゃんがいらしてましたね。ちょっと全員はスケジュールの都合上難しかったということですが、いやーすごいですね。なんか私 K-POP 見るようになってからはそんなにね年末紅白って、まあ、チラチラっと見るぐらいで、がっつりねもう見ない感じになってたんですよ。なんですけど、もう今年はね紅白ちゃんと見ます。はい。いつもね、あの MBC の歌謡祭と紅白って重なるじゃないですか。だからね、あの携帯とかで MBC 見ながら、紅白チラチラ見ながらみたいな感じで、あの大晦日過ごすのがここ数年の私の過ごし方になってるんですけど、まあ今年はもう紅白見ます。はい、あのちゃんと正座してテレビの前で見ようかなと思ってます。なんとね、今年は K-POP グループの出場がすごいですね。はい、まず初出場としてはルセラフィムちゃんたちと IVE の皆さん、そしてもう TWICE 先輩が今年出場されるということで、 K-POP グループとしては3組ですかね。で、NiziU ちゃんたちも出場するということで、すごいですね。ちょっとね紅白面白くなりそうですよね。楽しみですね。まあ、ステージもね、どんなステージになるのか、いやーちょっとね、あの大晦日に地上波でルセラフィムちゃんたちを見るっていうのは感慨深いですね、きっとね。あの私はちょっとね帰省するんでね、沖縄の方で見届けたいと思うんですが、もう本当に楽しみです。もうまずは本当に本当におめでとうございます。そしてルセラちゃんたちからたくさん供給ですとかニュースがあったので、そのことについても話していきたいと思います。まずはインピュリティーズのオフィシャル MV が公開されましたね。こちらもまたアンチフラジャイルと全然違った雰囲気で見応えのある作品だったなと思うんですけど、まずもう寝て始まるじゃないですか。こうちょっと重なり合って寝て始まると思うんですが、なんか最近これ見たなと思ったら、あのエンチームのデビュー作のコンセプトフォトが公開されましたが、エンチームもすごい重なり合って寝てたんですよね。で、そのエンチームの写真公開された時にエナイプンもまあ重なり合って寝てるこうコンセプトフォトがあって、まあ、そっちとこうリンクしてるんじゃないかみたいな話もあったりして、さらにこう過去を遡ると、まあ、BTS 先輩も重なり合って寝てる写真があるということで、もう HYBE のアイドルはとりあえずみんな一回重なり合って寝るっていうことなのかなっていう、まあ、だからもうルセラちゃんたちももちろん重なり合って寝ますよということなんでしょうか。はい、でもいいですよね、あのスタートね。ルセラちゃんたち割とフロア使いがちですよね。フィアレスもそうでしたけど、この曲ってこうミディアムテンポだと思うんですけど、ダンス激しいですよね。見れば見るほど激しいなと思うんですが、なんかもうルセラちゃんたちはダンスが強いグループなんじゃないかっていう感じもしてきましたよね。割とこうアイズワンのお二人の知名度とかコンセプチュアルなところとか世界観とか、そういうののインパクトがデビューの時って強かったと思うんですけど、今はもうやっぱパフォーマンスが強いグループっていう感じの印象に私としてはなってできましたね。このインピュリティーズ見てさらにそういう風に感じましたね。白い衣装でシンプルなスタイリングだと思うんですが、デザインは結構奇抜ですよね。結構変わったデザインを着てて、これはまあ K-POP っていう感じのデザインというかスタイリングですよね。まあ白の衣装に割と赤いリップでシンプルだけど目立たせるような感じのスタイリングで、で全体的に映像もシンプルだと思うんですけど、ちょっとこうなんだろうな、ミステリアスっていうか幻想的って
ていうか、そういう世界観ですよね。空想の世界というか、まあ、アンチフラジャイルもちょっとこう架空の世界ではあると思うんですけど、割とこうファッションの感じとかもこう現実的っていうか、まあ、そういうリアルな世界観なのかなとは思うんですけど、そっちとこうまたね全然違うあの世界観でいいですよね。このな宮殿みたいなところで踊ってると思うんですけど、あれはロケなのかな、セットなのかな、なんか私どっちにも見えちゃって、まあ、後ろに映像とか入れてるからセットなのかなとも思うけど、あれなんかこういうところがあるのかなと思ったり、なんかね、それがわからない不思議な感じとかも、あの、引き込ませる要素なんだろうなと思ったりします。で、最後にこうみんなシルエットが映るじゃないですか。あのスタイルがほんと素晴らしいですね。あんなシルエットでもあんなスタイルいいことありますかっていうぐらいのスタイルですよね。ほんとすごいですね。もうみんななんかストイックに鍛えたんだなっていうのが、もうま、何回も言いますけど、わかりますよね。あのシルエットだけでも。でね、アンチフラジャイルの時も思いますけど、やっぱりね、パフォーマンスに自信を感じますよね。なんかすごいこうメンバーのみんなのこう自信が溢れてる感じが、どのパフォーマンス見てもこのセカンド特にそういう感じがしていて、相当練習してきたんだなっていうのがやっぱりインピュリティーズの MV 見ても感じましたね。すごいですね。もうなんか見えない努力いっぱいしてきたんだろうなって改めて思いました。で、そして M2 の方でリレーダンスも公開されてますね。はい、リレーダンスもね、私大好きなんですよ。もう K-POP のこうなんだ醍醐味だと思うんですけどいいですよね、リレーダンスってね、なんか和みますよね、楽しくなってくるっていうか。で、最近もリレーダンスは完全に一つのジャンルになってますよね。前はただこうちょっとこうタイミング合わせて交代交代で踊っていくみたいな割とラフなものだったと思うんですけど、最近もみんなすごい作り込んできますよね、リレーダンスに向けて。あれはどうなんだろう、メンバーだけで相談してやってるのか、もはや最近はあれ用にちゃんとこう先生がついて振り付けこうアレンジしたりしてるんですかね。どうなんだろう、ちょっとそこ気になるなって最近は思ってます。ルセラちゃんたちのも作り込まれてましたよね。ただこう交代してってるっていう感じじゃなくって、まあね、斜めにこう一列になったりもあったし、タイミング切り替える時の長さとかも全然バラバラだったじゃないですか。もう全部音楽にねこう合わせてとか振りに合わせてでちょっとこう並んでみたりとか、ああいうのは全部ねそのための練習をちゃんとしてやってるんだろうなっていう感じしましたよね。いつものパフォーマンスとはまた違った一つのジャンルのパフォーマンス見てて、やっぱり同じ曲でもこう新たに楽しめるから、リレーダンスってねいいですよね。なんかねちょっと映画っていいですよねみたいになっちゃいましたけど何より私がリレーダンス好きなのはみんなが楽しんでるのがわかるじゃないですか。デルステラちゃんたちもすっごい楽しそうにやってたし、作り込まれてるんだけどちょっとこうねそれぞれのこうやりとりも見えたり、ああいうのがいいですよね。やっぱねいいですね、リレーダンス好きですね。 M2 のこのリレーダンスで NG シーンが含まれてるバージョンとそうじゃないバージョンがあると思うんですけど、今回は NG シーンというかビハインドみたいなのが含まれてるバージョンでしたね。こっちの方が私好きですね。みんなのこうわちゃわちゃが見れてよかったですよね。うんちちゃんがあのカズハちゃんの足上げにチャレンジしたりねあれ可愛かったですね。ね、なんかやっぱりねルセラちゃんたちの仲の良さが何見てもこう垣間見れるというか、こういうの見てもあ仲いいんだなっていうのが感じられてなんかほっこりしますよね。良かったです。で、そしていろいろルセラちゃんたちのニュースがこうね次々と入ってきていますが、なんと GMO ソニックというイベント、日本でのイベントに出演されるということで、ちょっと私 GMO ソニックお初と言いますか初耳だったんですけれども、 GMO インターネットグループ株式会社とクリエイティブマンがタッグを組んで2023年1月埼玉スーパーアリーナで国内外のビッグアーティストを招待し開催する大型音楽フェスティバルGMO ソニックということで1月28日29日ですね。出演アーティストがねちょっと興味深いなと思うんですが、私ちょっと洋楽に本当に全然詳しくなくって、あの邦楽も詳しくないんですけど K-POP ばっかり見てるのでラインナップがね正直知らない人がいっぱいって思ってるんですけど、なんだろう、サマソニみたいな感じのイベントと捉えていいのでしょうか。1月28日がマシュメロさんで、スティーブ・アオキは知ってます、もちろん BTS ねとコラボしてますよね。アラン・ウォーカーでルセラフィム、そしてエンチーム
というラインナップで、1月29日がザ・チェインスモーカーズ。チェインスモーカーズはかろうじて知ってます。それは BTS 絡みで知ってるんですけど、そしてアーミン・バン・ビューレン、そしてイレニアムで、イアン・ディオール、そしてケプラ。どういう組み合わせっていう感じなんですけど、このイベントはなんだろう、洋楽と K-POP の融合みたいなイベントなんですかね。ちょっとこう新しすぎて私はまだよく理解ができてないんですけど、とにかく推してるグループがすごい出るよって思ってます。お茶会 TV ケプリアンでもあるので、もちろんルセラヒムも、そしてエンチームも応援してるので、ね、応援してるグループいっぱい出るんですけど、どういう感じになるんだろう。ちょっとこう未知な感じですよね。でもまあサマソニとかも K-POP のグループ結構ね出たりするから、外国のアーティストっていうくくりなんですかね。こちらもこう楽しみですよね。そしてなんとママアワーズの出演もルセラちゃんたち決まってるんですけれども、なんとコラボステージが決定したということで、29日のデイワンですね。アイブ、ケプラ、エンミックス、ルセラフィム、ニュージーンズという、超超豪華じゃないですかすごいですね。もう第4世代大集結っていう感じですよね。まあコラボステージをやるということで、これはどういうことなんだろう。代表者でやるのか、こう全員集合するのか、どうなんでしょうね。もう全員集合したら大変な人数になっちゃいますけど、ママ自体もあのコラボステージじゃなくて、こうそれぞれのグループのステージ自体もママってやっぱすごい凝ってるし、演出もねいっぱいするし、特別なステージになるので、それも楽しみなんですけど、このコラボステージもちょっとね、どんな風になるのか楽しみですよね。お茶会 TV は一応ね、まあまあ参戦したいと思っているんですが、今はチケットの結果待ちですね。いやー、参戦したいですね。 J-HOPE の出演も決定したということで、日本でね毎年ママ見れるとは限らないですからね。2019のママに私たち参戦させていただいて、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。もう本当に K-POP 好きはね、絶対に1回は行った方がいいっていうイベントだなと思うので、来年は違う国かもしれないですし、ママ行きたいですね。でこのルセラちゃんたちも出るコラボステージもね、ぜひ見たいなと思っています。いやー、まあ年末に向けて、まあ、次々とねニュースも入ってきてますけど、まあ、歌謡祭とかあのママだけじゃなくって他のアワードもあるでしょうし、いやー、ものすごくね忙しいんじゃないかなとは思いますが、 K-POP の醍醐味といいますか、年末の歌謡祭とかアワードでこう特別なステージが見れるっていうのはかなり大きい楽しみの一つですよね。まあ日本も年末の特番とかってあるとは思うんですが、 K-POP ほどそのためだけのステージって作らないじゃないですか。コラボステージとかはね、なんかこう FNS 歌謡祭とかはやったりすると思うんですけど、 K-POP ってもう本当にその日のためだけに、もう楽曲もいろいろアレンジして、パフォーマンスもアレンジしてね、世界観も作ってやるわけじゃないですか。あれがね、最初 K-POP 見始めた時はもうびっくりしたっていうか、すごいじゃないですか。タイトスケジュールの中、あれだけのいろんなパターンのステージ作るのって、それがね、いや大変だとは思うんですけど、私はやっぱりこう毎年この時期になってくるとすごい楽しみですよね。まあ前の動画でもお話したんですけど、やっぱり特別ステージ、こういう歌謡祭とかのステージってハイブってすごい得意だなという風にいつも感じるので、いやー、ルセラちゃんたちもね、かなりこうかっこいいステージを年末見せてくれるんじゃないかなという風に期待しています。はい、なので、まあ、まだまだね、いろんな供給とかニュース年末に向けてあるんじゃないかなと思うので、お茶会 TV としても追っていきたいと思います。これからもルセラヒム応援してまいりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。